次は花です。まず花筋を作ります。次に小花を作ります。口を作ります。口の中を切るときは少し折り曲げて、折り曲げたところを切り、そこからハサミを入れて切っていきます。次に歯を作ります。前歯が4本ずつです。歯はつないで作ってもいいのですが、こうやって切り込みを入れただけでは、すった時に一つのつながった紙に見えます。そこで紙と紙の間が空くように切り込みを入れて、間のところに隙間が空くようにします。歯は口の後ろ側から貼ります。そして鬼の牙を作ります。耳を作ります。耳の中のシワも作りましょう。耳は顔の後ろからつけましょう。角を作ります。